今回はオープンしてからずっと気になっていたこちらのホテルにやってきました。浅草にある開花東京アートストレージホテルになります。では入ってみます。こちらは倉庫をリノベして2020年7月にオープンしたホテルになります。ホテルとギャラリー、美術品の収蔵庫が一つになった空間になっていて、とても楽しいホテルでした。こんな感じで現代アートのようなものがたくさん飾られています。こちらがフロントになります。チェックインしたんですが、まだお部屋に入れないということで、ちょっとブラブラすることにしました。こちらにはいろいろな雑貨が売られています。荷物を預けてちょっとお出かけをしようかなということになりました。こちらにはカフェがあって とても素敵な空間で、かなり広いカフェになっています。このようにお茶のお酒を飲むことができたり、あと朝は朝ごはんを食べることもできます。ちょっとお腹が空いたので、スカイツリーを見ながらビッグマックを食べて、これはなんかアートのようなトイレでした。さて戻ってきてお部屋に行こうと思います。こちら倉庫を改装しただけあって、かなり広いエレベーターになっていました。さて私たちの部屋のがある6階にやってきました。右に曲がるとこのようにアートが展示されています。左の方に向かって部屋に行こうと思います。かなり広くて部屋数も結構ある感じでした。ではお部屋に入ってみます。ツインルームタイプの部屋で、かなり天井が高くて開放感があるなと思いました。ベッドの間にある丸い照明も可愛くて、部屋全体の壁がくすみグリーンになっていて、とても柔らかな感じがしました。私が好きな色です。こちらのコーナーにはハンガーもあって、ハンガーもグリーンで、このポールがとてもおしゃれだなと思います。スライドタイプになっている扉を開けると、そこは水回りになっていて、こちらの壁もくすみグリーンでとても素敵です。こちらにはトイレと洗面台があります。かなり大きい鏡があって、洗面台も使いやすい感じになっています。ドライヤーやコップもあります。でここの下にはバスタオルと、あとカゴなどがあって、あとトイレットペーパーホルダーもとても可愛いデザインのものです。このホテルはかなり広い洗い場付きのお風呂があるので、これはかなりプラスなポイントだなと思いました。ゆっくり浸かることができます。こちらにはコーヒーとお茶があります。波佐見焼の器もとても素敵です。こちらのジンジャー&レモングラスのハーブティーがとても美味しかったです。ホテル探検に行こうと思います。4階のフロアにはこのようなアートが飾られていました。フロアごとにデザインが違ったオブジェが置かれています。地下はこのようなかなり面白い空間になっています。ここにはアートストレージとラウンジとランドリー、ミーティングルームなどがあります。
布団に入るにはカードをかざします。こちらのアートもたくさんのアートが飾られていてとても面白かったです。6つの部屋に分かれています。ホテルに泊まってこのようなアートを見学できるなんてとても素敵だなと思います。お腹が空いたのでちょっと夕ご飯を買いにコンビニへ行きました。そしてこの日はセブンイレブンの天ぷらそばを買ってきてこちらのラウンジでいただきました。こちらのラウンジにはバルミューダの電子レンジやオーブントースターなどが置かれていて自由に使うことができます。そしてこちらに素敵なアートも展示されています。こちらにもハサミ焼きのマグがあって、部屋のものとはまた違った色のものが置かれています。お皿なども自由に使うことができます。かなり広い空間になっています。さて、翌日チェックアウトして浅草に向かいました。まずやってきたのは浅草寺です。おみくじを引いてみようと思います。こちら娘が引いたものは吉のおみくじが出ました。まずまずいいんじゃないかなと思います。次に私が引いたらなんと凶を引いてしまいました。私は人生で今まで3回凶が出たことがあるんですが、それが全部こちら浅草の浅草寺になります。凶の人だけこちらに結びつけることができます。次に隣にある浅草神社にやってきました。こちらをお参りします。水辺の花がとても綺麗に飾られていました。でこちらで先ほど今日だったのでお守りを買うことにしました。仲見世もこの時期はかなり人が少なくて寂しい感じでした。ちょっとお腹が空いたので台湾防老用というお店にやってきました。娘が気になっていたということでやってきました。買ったものはチーズ防養老というものです。こんな感じにビヨーンとチーズが伸びます。あ、すごい、あ、すごい、すごい、あ、すごい。こちらのくら寿司はずっと来たいなと思ってたところで、佐藤かしわ氏による監修によるものです。最近佐藤かしわ氏のデザイン展に行ってきたんですがとても良かったのでおすすめです。くら寿司では5皿食べるとガチャが回せるようになっていて、当たりが出るとこちらで射的や輪投げなどのゲームに挑戦することができます。ちなみに私たちは今回は当たりませんでした。こちらのテーブルのここのところにお箸や醤油などが収納されるようになっていてとても機能的だなと思いました。